フクロモモンガ族は、哺乳構想前場目フクロモモンガ科に属する分類群の一つ。インドネシア、オーストラリア、パプアニューギニアフクロモモンガは介して夜行性で、小型、そして手首からかかとまでたるんだ皮膚を折りたたんでいる。彼らはこの皮膚を使って樹木から樹木へと飛び移り、100メートルくらいの距離を移動可能である。独特な皮膚を折りたたんで持ち、 袋モモンガたちは大きく、前に向いた目を持つ。短く繊鋭的な顔つきをし、滑空時に火事となる尻尾を持つ。すべて雑食であり、樹液、果汁、花粉そして昆虫類等を食べる。袋モモンガ族の多くは、単体で生活するが、大袋モモンガと袋モモンガはグループで生活することで知られている。 美薬フクロモモンガとフクロモモンガは比較的一般的でありその他の多くの種は希少、もしくはマホガニーフクロモモンガのように絶滅危惧種である。マホガニーフクロモモンガは1883年に発見された後、以来100年間姿を見せずにいた人種であった。1989年に再発見された後およそ1ヶ月で、彼らの生息地は農地のために消失し、 1991年まで別の集団が発見されなかった。ありがとうございます。